花井大梅花井大梅から1916年12月13日は幕末から大正時代にかけての女性。芸儀などで生計を立てていたが、1887年に犯した殺人事件が色々な演芸に脚色され演じられた。本名梅。桜藩の下級武士、千之助の娘に生まれ、9歳の時、幼女に売られた。 15歳で柳橋の芸妓招集となり、18歳の時、新橋へ移って、秀吉を名乗った。豊臣秀吉のように大成しよう意気込みからと言われる。一時寄生出て、話し顔していたこともあった。美貌で切符が良かった反面、勝ち気で酒癖が悪く、切れやすかった。座敷で大梅を見かけたベルツは、そのヒステリックな性格から、人殺しでもしかねない女だと言ったという。 第133国立銀行の東取リボの世話になりながら、四代目、沢村玄之助に惚れて貢いだ。そして、玄之助と門弱を起こし、その件で付き人を解雇された、安木峰三郎を自分の箱屋に雇った。1887年5月、東取リボから浜町二丁目に待ち合い、酔い月をずつ割れ、主人となる。翌月6月9日の夜、 浜町が死でお梅は、峰三郎を刺し、峰三郎は逃げての知死に、お梅は父親に連れられて自首した。美人芸妓の殺人に新聞が飛びつき、お梅は、毒譜に仕立てられたが、犯行直後の当人は、動転して歩けないほどだった。刺した同期は、ほんの弾み、峰吉の陰口への腹立ち、峰吉に横連んされる鬱陶しさと彼に待ち合いを、乗っ取られるのではの疑心など、 ノンフィクションの資料にもまちまちである。峰吉の亡骸は、麻布派瀬寺に葬られた後、1888年に浅草今戸町本隆寺に改装され、歌舞伎役者や芸儀、同業の箱屋などが一堂に会して法要が行われた。大岡育造らが弁護に立ち、無期時計となり、服役中の同性が新聞種になった。15年後の1903年4月釈放された。 出国を見ようと群がる矢馬を避けて、早めに刑務所の裏口から出た。40歳だった。その9月、浅草専属町に汁小屋を、続いて、神田連雀町に養殖屋を開いたが、お梅を見に来る一家製の矢馬客が去って店自前し、牛込岩戸町で、小物屋を始め、これも続かなかった。1905年秋、42歳。 ミネサブロ殺しの芝居の旅回りを始めた。1916年夏、53歳、新橋の芸儀に戻り、秀之助を名乗った。その12月13日、肺炎のため、倉前片町にあった、聖剣道病院で没死した。かつて、玄の助をめぐる恋敵だった、芸儀清治が見取った。墓は、西麻布二丁目の長谷寺にある。海名は、 カイタマイの梅顔玉、A 大使。片らに、1935年の流行歌明治一大女を作詞した、藤田正人の歌碑が建てられている。うちの生歴は、初演年次。篠田光造、明治百は下、岩波文庫 ISBN40 億334万6939個番、康事、泣きどころ人物詞。 文春文庫 ISBN41 億6729万2076木田淳一郎、幕末明治風俗逸話辞典、東京堂出版 ISBN44 億9千1万3千387、朝日新聞社編、朝日日本歴史人物辞典、朝日新聞社 ISBN40 億2千340万521、ありがとうございます。